室津半島上関大橋室津半島は、山口県の南東部、瀬戸内海の周防灘に突出した半島である。熊毛半島とも言う。広島湾に面する東側が、柳井市に、周防灘に面する西側は、北半分が、平尾町、南半分は、上関大橋で結ばれた長島を含めて、上関町に属する。半島の自治体である、柳井市、上関町、平尾町のほか、半島東側に位置する、周防大島町を含めた1市3町が、半島振興法に基づく、半島振興対策実施地域の一つ、室津大島地域として指定されている。半島南端の室津と対岸の上関は中世以降は、内航路の港町、風町港として繁栄した。現在は温暖な気候と斜面を利用したみかん栽培、沿岸では漁業が盛んである。南端の王座山は瀬戸内海国立公園の特別地域に指定されている。縄文時代中期から弥生時代、古墳時代にかけての多くの遺跡が存在する。岩田遺跡は縄文時代後期のものとされ、約6000平方メートルを超える規模を持ち瀬戸内海では最大級の広さである。室津半島の山嶺には弥生時代後期の高地性集落であったとされる吹越遺跡がある。白鳥古墳は古墳時代中期の前方後円墳であり、山口県で最大の規模である。半島の東岸を県道柳井上関線が、西岸を県道港上関線が走り、共に半島の重要な交通となっている。ありがとうございます。